こんばんは、ゆっくりヨウムです。フランだよ。前回はゾンビ戦の前で終わったと思うんですが、いつもと変わらないからカットしたよ。ゾンビ戦が日常ってのもおかしいんですけどね。まあおっちゃんにとっては日常です。さてこっからどうするの？え？まあとりあえず続いてる道に進んでいけばいいんじゃないですか。ゲームってそんなものでしょ。そんなこと言うな。待ってください、先がどうなってるか見てきます。アルビノの声がしますね。ギャーギャー騒いで、またどっか消えていくんでしょうが。あっと大丈夫？大丈夫か？ええ。普通にはしごが壊れたみたいですね。メガネの元に行かせないようにしたのか。それにしても銃声が聞こえます。今まで銃器を使ってくるゾンビはそういなかったので、もう一人人がいるんですかね。って、え、ヒットマンです。そういえばあいつはどっか消えてたね。なんで彼女がアルビノと？無理やり連れて行ってた感じだし。さまようアルビノを、助けるつもりなんですかね。そういえばジジイもアルビノを大事にしていたよね。そういえば、あのクソジジイが善意で人を救うはずがありません。これはアルビノに何か鍵があるのかも。そしてメガネはライフルを手に入れた。いいねメガネくん。さあ幻の無限本棚で敵を蜂の巣にしてやってください。上から援護します。メガネ有能。これほど頼もしい仲間は本当に。火がついた？大丈夫？いきなり火がついたんだけど。メガネ何も言ってないから大丈夫でしょ。まあ確かにそう言われればそうなんですが、しかし気を抜きすぎるとこれは初見殺しが地味に多いですから、用心します。危ねえ。そこにいたのかよ。あの場所にいたらメガネも撃たれるんじゃないの？さあやってしまえメガネ。撃たなさそうですね。スナイパーはあまり得意でないとか。とりあえず待機。よし今だ、焦らず焦らず。はいオッケー。オッケーじゃない。普通のゾンビと同じように一発では死なないのか。まあ撃った後は隙ができるのでパターンは同じでしょう。はい出来上がり。もしかしてこれから銃器使うゾンビ出てくるの？出てくるかもね、もう中盤だし。マッチか人間やめてる。他のゲームのヒーローならまだしも、おっちゃんは撃たれたら普通に致命傷を負いそうです。この燃やすマークは？中に死体が埋まってるんでしょ。まあいいか無視しちゃおう。ってゾンビが一人？ボタンを押して。ははーん、ゾンビが続々と。今度はメガネも応戦してくれるぞ。よしそれはいいんですがね、さっきから走れないんですよ。このぬかるみのせいかな。とりあえず死ねー。はいヒットー。よしナイスですメガネくん。あとは燃やしてしまえば大丈夫。死んでる？多分死んでるね。いいですね、ハンドガンでもかなり頼りでしたが、今度は一発で仕留める力をつけてしまいましたね。メガネ君にスナイパーライフル、まさに鬼に金棒です。またドアが閉まってるけど。まあこれはまたスイッチ踏めば開くんじゃないですか。それでヒットな。おお閉まるんかい。セバスチャン、境界へ通じる道に出るはずです。進んでください、援護します。部下に呼び捨てにされるおっちゃん。まあセバスチャンは下の名前ですので、それだけ仲がいいってことじゃないんですか。先輩後輩でも下の名前で呼ぶ人たまにいるでしょ。さあ私知らない。でさっきからやけに弾を拾うんですが、しかもショットガン。これは嫌な予感しかしません。レバーを引いて。ほわはー、ジェイアントガガガです。ラリアットで一撃。これはすんごい力ありそうですわ。ちょっと待って、こっち逃げ場ないんだけど。ほとんど一本道なんですけど。それはしかも柱武器にしてきたでこいつ。とりあえずこけろ。まあ一発じゃ効かないよね。危な、柱投げるのかよ。手にすったハンドガンじゃない。また柱持ったねー。とりあえず足止めをしなければ。これを食らえ。わはー、無理無理無理、全く効いてない。しかもこっちはもう行き止まり。果たしこはー、ダメージは案外良心的。かすって重傷はやばいです。駆け抜けろおっちゃん。キャッハー。よし、なんとか通路は確保できました。これでも食らえ。はー、効かない。あんだけリーチがあれば一緒に燃やしちゃおう作戦もできません。ここはもう逃げちゃいましょう。残念、行き止まりです。いきなりここで決着？まさか正面からん？じゃあ、危なー。ちょ、危ない危ない、危ないって、しつこいしつこいしって。あー、ちょっとやめてー。果たして今のはメガネのおかげなのか。ちょ、2体いるんだけど、お前別個体なのかよ。さあ巨人2体の相手頑張ってねヨウム。やばい、これはどうすれば。とりあえずサンダーで片方の動きを止めましょう。
メガネは的確にヘッドショットしてるよ。とりあえず私のショットガンをこいつにぶち込みましょうか。一発で2回当たるようにして。まずいヒルに持ちませんね。このまま戦っていいなのかどうか。でも周りにドラム缶とか串刺しとかもないしね。やはりショットガンをぶち込む戦法しかないようです。あ、やばい、こっちはダメだ。なるべく一直線上になるようにして省エネ戦法でいきましょう。はい、ヨウム選手ショットガンの弾も残りわずか。ダメだ、これは勝てる気がしない。ちょっくり回してくんな、お前。痛い、私を跳ねないでやめてください、死んでしまいます。体力赤くなってるよ。まずい、この状況でタックルかけられると逃れる術がありません。これはもうメディカルキットの出番。今がチャンスです、倒しましょう。ごめん、メガネ君、ちょっと傷の手当てしてきます。命大事。ちょうど隙が出てるようなのでこれなら大丈夫でしょう。心臓にレッツ注射。おお、うわー、これすっごいふわふわする。後ろに巨人がダッシュかけてきてるけどな。とりあえず少しだけでも。よし、治った。しかしまた逃げ道がなくなりそうです。これの効き目はどうだろう。これは効いてるのか。効いてたっぽいけど、撃ったらすぐ元に戻ったね。あ、やばい、前に後ろに挟まれてます。またあの広場に戻らないと。通らせてー、お兄さん、ここ通らせてー。やめて、もうこれすごいカオス。よっしゃ、抜け出せた。抜け出した後は？抜け出した後は他に何か有効な武器はないものか。必殺傷系のものばっかりだね。くっそ、マインボルト切らしてやがる。とりあえずノーマルを。もう意味あんのかな、これ。攻撃してる感が全くない。じゃ、マインボルト作りなよ。そうしますか。で、手榴弾発見。もうこれを投げるしかない。タイミングをよく見極めないとね。よっしゃ、今だ。床にボーン。ドッカーン。やったー。ブーオンブーゲート。おう、2体同時に。クソ、行き止まりか。他のルートを探します。ジャイアントババみたいな巨人を2体同時に倒したっていうのに、おっちゃんもメガネ君もすんごい冷静ですね。果たして彼らは生きてると言えるのだろうか。脳みそゲート、合計7000ゲート。ウォルトへ、ドナを取り戻しに行く。狼の穴に入る方法は分かった。彼女を生贄などさせない。ついてくるんじゃないぞ。ここにいて、家族を守ってくれ。彼女を連れて帰る。ダニエル。待ってください。さっきの廃墟でメモしたのが、この像のことだとしたら。まあ読んでみたけど、特に分かりませんね。伏線なんじゃないの？後々分かってきたり。おう、メガネ君、よくそんなところ分かりましたね。ここを降りるのか？そのようです。病院に強制移動なのか。まあ巨人も倒して、いい切りですし、セーブしたかったです。ロッカーでも開けましょうか。残念、鍵は一つもないよ。マジか、いつの間に使ったんだろ。おお、ボルトゲート。半年前に開けたものがそのまま残ってましたね。こんな感じで他に取り残したやつないかな。ないんじゃないの。いや、ここだ。マインボルトゲート、ロッカー開けても中のものはずっと残るんですね。ちょっと安心しました。はいはい、皆さんお待ちかね、ヨウムと、フランの、おっちゃんの改造虫。さあ、おっちゃん、もう何強化していたか忘れちゃったけど、脳みそたくさんある人にあえず座っちゃってくださいね。たくさんあるって言ったけど、案外無理なもの多いね。体力が若干心細いですが、弾が不足しやすいので、まず重機をパワーアップしていきたいです。ショットガンの攻撃力まだ上げれるけど、本当はハンドガンのクリティカルを最大にしたいんですけどね。ポイント2万、ハンドガンは攻撃力低くてもクリティカルで倒せるように持っていきたいんですよね。その分、不足した火力はショットガンやボルトで補うように持っていきたいです。スナイパーライフルは、ライフルは用途が若干限られるので、今のところ様子見です。使うなら強化していきたいですけど、両打ち、おっさんの改善用意はじめ。さて、残った500ポイントで何ができるのか。多分何もできないと思います。あらかた大事そうなものは結構レベルアップしてましたしね。とりあえずショットガンを改造にしたいです。じゃ、もういいんじゃないの。あ、ありましたね、50ポイントでいけるもの。でも手榴弾がいっぱいになったためし、全くの今手ですもんね。他にも久しぶりですので、いろいろ見せてください。ボルトは全然強化していないね。ノーマルとマインボルトも少し強化しないとダメですかね。はーい、おっちゃん、お疲れ様でした。それじゃあ今回はこれで終わります。
ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。